こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。今回は、どう見ても、プレステ3ね。せや。久々に、リッチレイサー7。どうでしょう？やめー、それ、あ。リッチレイサー7の横に。もう、出てるだろ？バーチャファイター5ね。前、Xbox 360の、バーチャファイター5ライブアリーナやったね。今回はライブアリーナの約10ヶ月前に発売された、プレステ3版だ。先に発売された方の、プレステ3版からすればよかったのに。そうしたかったんだが、ウプ主の最初期型が壊れてな。ウプ主、貴重な型だし、修理を考えたが、中古を買った方が。安いし、新しい型が壊れないと言われ、ゲオで中古を買った。新しい型って、薄型？そうだぜ、型番 CECH4000C だぜ。薄いわねー。ウプ主、箱入り、付属品欠品なしで買ったぞ。箱も薄いわね。それより、ウプ主の最初期型は、60GB だが、この、薄くて小さいのは、500GB もあるぜ。まったく、容量が違うわね。ま、それはいいとして。なになに？ウプ主の壊れた最初期型は、起動は普通にするが、どの接続を試しても、全くモニターに画像を出力しない。最初期型はプレステ2が遊べるけど、壊れやすいらしいね。そうなんだ、修理可能だけど、データを取り出すくらいで。遊ばない方がいいって言われて、薄型買ったぜ。じゃ、薄型買って、万事解決ね。でも、セーブデータが映せないんだ。え？やり方は古いのと、新しいのをLANケーブルで繋ぐんだ。簡単そうね。それがなぁ、モニターに両方のプレステ3の画像を。出力しないとできないから、壊れた方が出力できない。ウプ主は、セーブデータを映せないんだ。ということは、皿の状態から始める？そうだぜ、バーチャファイター5を、また初めて遊ぶんだ。じゃ、当時やり込んだデータを、一から作っていくのね。死ぬほど、めんどくさいぜ。で、この画面から始まる。まず、ゲームデータを使用しますか？と聞いてくる。ゲームデータって、あるんか？と思いながらハイをクリック。すると、0% からチェックが始まるが遅いので、一回、切って繋げます。時間かかりそうだもんね。はい、60% で繋いでみたぞ。変わらんな、大丈夫か？壊れてないか？やっと 63% になったわ、壊れてないのね。おお、65% だ、もう一回切ります。次は、もう 95% で繋いだぞ。96%。98%。99% でチェック完了。何のセーブデータもないのに、何をチェックしたのか。知らんが、チェックが完了しましたと表示だ。当時、本当に初めてするときも、こんなに時間かかってたのかな？昔のことなんで、忘れたな。オートセーブ機能の注意表示だな。こういう表示は、何でも、よく出るわね。消えた。真っ暗、と思ったら、ローディング中表示。セーブデータがないのに、何をロードするんだ？で、セーブデータがありません、って表示。そりゃあ、ロードするデータないやろ。次、ないデータのロードを中止するか？って？中止はないだろう？と、いいえを選ぶだろ？が、いいえを選ぶと、延々と聞かれるんで、一回切ります。つなぎます、って、何回か、いいえを選択しても、延々同じことを聞いてくるんで。ないデータは、ロードしないのか？今までの、長々としたチェックは何なんだ？しかし、データがないのなら、ロードする必要ないか？と、ロードを中止の、はいを選んでみる。おお、セガ、出たわよ。ウプ主的には、わかったような、わからんような感じだが。結局、セーブデータがなければ、ロードしたら始められない。と、いうことだな、これで悩むの、ウプ主だけ？他の方々には、常識なんでしょう。それと、日本語がややこしい文章ね。
最終的には、ウプ主の国語力のなさなのか？まあ、やっと、ゲーム画面になって動いてよかったわ。ほんまに当時も最初はこんなにあったかな？今動いているのは、まんまソフトの工場出荷状態だな。この、プレステ3版バーチャファイター5も、コスチュームのカスタマイズができるのよね。できるし、当時どんなんか忘れたが、ウプ主もやってた。ウプ主？ Xbox360 のライブアリーナでもやってたしね。今回は、セーブデータがない状態なので。お約束の、ウプ主が当時カスタマイズしたパイが見られないぜ。そうだね、いつの日か壊れた方を直して、データを移してね。ウプ主？今壊れた方の見積もりをスマホホスピタルで出しとるわ。やっぱり、当時のウプ主のセンスが見たいわよね。まあ、快適にプレイするには、これから。アケコンの、ボタンの割り振りの変更くらいはいるな。そうだね。じゃあ、オプションに入って変更設定するか。カスタマイズは確かいきなりはできなかったと思うから。今回の、ウプ主のパイは、デフォルトね。ウプ主のセンスに期待していただいた方々には申し訳ない。多分、ライブアリーナと似た感じだったんだろうね。どんなんだったかな？もう忘れたぜ。なので、まずは各種設定から始める。しなくても、プレイはできるけどね。したら、名前が残るしな。お、ウプ主大好き、ランキング画面だわ。ランキング画面があるの、バーチャファイター3以来だろう。データがないんで、名前は何にもなしね。やっぱり、こういうランキング画面が出るのはいいな。次出るときは、パイで設定したウプ主の名前なんだろうね。まあ、ウプ主しか、プレイしないけどな。じゃあ、まず、各種設定からやるぜ。はいよ。メインメニューのオプションに行くぜ。もう、ここからは迷わないわね。設定できる項目だ。コントローラ設定ね。プレステ5に接続して、e スポーツに使ってた、堀のプレステ3の頃に比べ、大きい立派なアケコンを使ったぜ。値段も、結構高かったわよね。ウプ主は、いつも、人差し指でガード、中指でパンチ、薬指でキックだぜ。バーチャファイター3の、エスケープは小指だな。真ん中から右側に向かって、GPK、ガードパンチキックね。ゲーセンの筐体と同じ並びだな。ウプ主、ゆっくりね。まあ、許してやってくれ。年だから、いいけど。スリーボタンの場合は、丸は使わない。L1 から下は、触れないから放っておく。今度はカスタマイズね。カスタマイズといっても、コスチュームやアイテムは、まだデータがなくて、デフォルトのだけだから。ノーネームとなっているのを、リングネームにするぜ。言うまでもなく、ウプ主はパイなのね。ウプ主は、パイしか動かせないからな。決定ね。微妙に、演出が派手ね。ゲーセンじゃ、これくらいがいいぜ。また使った。これくらいが、相手を威嚇できていい。ウプ主、リングネームを考える。どんなのを思いつくのかしら？ま、今回は当たり障りのない名前だな。なになに？とりあえず、今回の動画で使うだけなので、このチャンネルと同じ名前で。あ、アーチンでしょ？そうや、ええやろ？そうね、確かに当たり障りないわ。ウプ主、できたな。はい、いいです。一応データができたんで、確認がてら最初からやるぜ。今度は、ゲームデータを使用しますか？と聞いてくる。迷わず、はいを選んだら、データのチェックが始まる。あれ、もうチェック完了したわ。最初と違い、一瞬だったわね。まあ、設定のデータがあるからな。あ、前も見た表示、
ここから、ずっと真っ暗が続くんで切って繋ぐ。お、ローディング中。初めて見る、システムデータのロード画面。普通、聞かれなくてもロードするよな。完了して、セガが出るのね。アミューズメント2件。下の、テクノロジー倍は初めて見たかも。これも、ライブアリーナほどではないが、ちょっと面白いだろ？どっちもいいわね、それに長さもこれくらいがいいわ。こっちは背景がステージだな。なんか、ライブアリーナより、こっちの方が綺麗じゃない？確かに、そんな気がするな、プラットフォームの差かな？プレステ3と Xbox 360の性能の差？そうかもな。プレステ3の方が綺麗に出力できる？まあ、ウプ主は、ほとんどわからんだろうがな。そうだろうね。ランキング画面。すでに、ウプ主、4回やってるぜ。久々なんで、練習したのかしら？それも、あるかもしれんが、戦う相手が、順番も人数も、ライブアリーナと全く同じで、面白くないんで、違う相手のルートを探してたんだ。なるほど、その間に4回やったのね。そうなんだぜ。じゃ、今回やったら、5位まで、ウプ主の名前になるね。あ、またこの画面。ウプ主、いい加減スタートボタンを押して、始めるだろう。押した。メインメニューね。またまた、ウプ主、アーケードモードをクリック。アーチンを選択。イエス。最初は、エルブレイズね。ライブアリーナでも、最初に出たよね。二人目から違うはずだ。お、ウプ主の、パイが出てくるぞ。まんまデフォルトの、HP パイね。カスタマイズのデータがないからな。エルブレイズ、お約束のおたけびね。初めて見たときは、何言うとんねん、おう、うと思ったぜ。ま、ウプ主、余裕だろうね。安心して、見づらいぜ。ウプ主の戦い方も、一緒だしね。めっちゃ、言うとんなー。こうやって見ると、まんまデフォルトのパイもいいなー。まあ、昔から、パイってこんな服よね。今は、みんなコスチュームを変えて遊ぶからな。デフォルトもそれなりに、よくデザインされているわよね。私の方が強かったみたいね。二人目が、レイペイのコースね。こいつも余裕だな。このステージのこの辺りの回廊まで。バーチャファイター3のアンジュレーションみたいに。使えれば楽しいだろうな。狭い傾斜のついた回廊で戦ったら、まんま、バーチャファイター3のアンジュレーションね。リングアウトが楽しそうだよな。ウプ主のアーキン術中、余裕だぜ。
どうでもいいけど、カスタマイズされたレイって。大概、髪の毛生えてるわよね。確かに多いな、見た目誰かわからんけ。うん、かっこいいのね。ま、エビゾンってか、ダンジョンみたいだしな。演出がキラキラね。大したことないわね。次、ジェフリーだぜ。これも余裕ね。投げ飛ばされても、負ける気がしないぞ。連続レアが五角形になっているが、普通6枚絞りの六角形だよな。これって、バーチャファイター5だから、わざとかな？多分ね、めっちゃ細かい演出ね。気づかなかったわ、てか、気づかんて。うぷ主も、今回動画を作って気づいたぜ。昔の日光の広角に、5枚絞りはあったがな。あったんだ。今、僕の日が使ってるニッポールは、7枚や9枚だな。へぇ、だんだん円形に近づくわね。めっちゃも確定。私の方が強かったみたいね。ステージ4は、同キャラ、パイだわ。ウプ主は、対 CPU でも苦手で嫌いな、同キャラ戦だな。ウプ主、同キャラ戦は大嫌いだもんね。同じキャラに負けたら、何の言い訳もできないしな。行くわよ。まあ、CPU はいろんな技を見せてくれるし。はい。それに対し、ウプ主は出す技が少ないしね。ウプ主の出す技は、しょぼいしな。もう、ウプ主、やられまくってるし。このプレステ3版も、ライブアリーナと同じで、ステージ7で、アキラがラスボス的存在だから。このステージ4は、どのルートでも、中ボスだな。確かに、どのルートでも、ステージ4はちょっと手強いわね。他のルートでは、青やベネッサだぜ。微妙に強くなってる青も、ベネッサも嫌だね。ま、パイが、ウプ主的な一番嫌だがな。ウプ主は、そうだね。ラウンド目も、ウプ主、苦労してるな。ウプ主、なんとか勝った。ただ、技が暴発しただけだな。私の方が強かったみたいね。弱いって。次は、リオンね。ウプ主、バーチャファイター3の、リオンステージ、大好きだぜ。でも、これはアンジュレーションがないんで。他のステージと変わらないわね。You'd better take me seriously. この、ステージ後のリオンな。普通、中国の後は戦いやすいんだが、なぜか強くて、結構てこずるぜ。そんな感じかも。結構、めんどくさいんだな。やっぱりライブアリーナより、画面が綺麗な感じしない？どうだろうな、綺麗な気もするが、変わらん気もする。プレステ3と、Xbox360 が現役当時も、よく、どっちの画質がいい？って、比較してたな。そんな時、同じゲームなら、Xbox360 の方がいいって意見が多かったような。実際、どうなんだろうな。結局、ユーザーの、ウプ主がどう感じるか？ね。それで、いいんじゃないか？それより、ウプ主にとってはプレステ3の HDCP 回避の方が、めんどくさいみたいだぜ。Xbox360 じゃ、必要ないもんね。HDMI 分配器を挟むだけで、こういう風に、パソコンに移って、録画できるんだが、めんどくさいんだと。ウプ主の生活環境じゃ、つなぎっぱなしってわけにいかないしね。かかってらっしゃい。ステージ6は、ラウよ。ここで、ラウは嫌すぎるな。もう、単純に、強すぎるんだぜ。毎回あるけど、背景なんて関係ないよね。行くぞ！ゲボ、はいいから。藤の病って、設定でしょ？そうなんだ、それで白髪にデザインされているんだぜ。ボコボコにしてるけど、娘の会は、心配して参加した設定だよね。そうだぜ、藤の病って病名は何なんだ？何かしらねえ。悪性の疾患で、第4期なんかだと、
武器を使わず、素手で戦う、バーチャファイターじゃ。骨に手にしているから、戦ったら骨折するぞ。派手なエフェクトで、ウプ主に勝ったわ。おっさん、骨折してへんか？ゴキシンス、やっとけよ。やっぱり、ウプ主、負けたわね。一つくらいは、ラウンド取られるよな。富士の病といえど、柱直前の、ダウだからね。まあ、めっちゃ強いわよね。骨折しててもな。設定好きない。もう、設定なんて、真面目に読んでもいないが。バーチャファイターシリーズも5作目となると、話を無理やりひねり出してるなって感じで、笑いを通り越して、感心してしまうぜ。オープニングの、アウトラウトレイの絡みも、設定とか、話に沿ってるもんね。どの対戦格闘ゲームも、話がついてるが、なけや、ただの喧嘩ゲームだもんな。うくむし、喧嘩で藤の病の親父に勝ったわ。死んでないか？私の方が強かったみたいね。ファイナルステージの、アキラよ。アキラって、どんな設定になったんだっけ？知らん、というか、真面目に読んでいないわ。いつも、ウプ主、アキラには比較的楽に勝てるよね。ライブアリーナの時も思ったんだが、バーチャファイター5って、アキラとフラルが強くなってないか？そうかもね、この前に何回もアキラに負けて、ネームエントリーできなかったのがあったしね。ネームエントリーできて、エンディングを見られても、フラルに負けてるのもあるしね。バーチャファイター3なんて、アキラが出たら嬉しかったよね。そうなんだ、アキラには楽勝だったんだがな。ウプ主が、そう感じるんだけど、本当かな？はい、アキラがファイナルステージに固定されたからかな？今回は勝ったね。これで、フラルに負けても、エンディング見て、ネームエントリーできるぜ。あなたには、クンフーが足りないわ。ボーナスステージ。ウプ主、勝てたら偶然だな。今回、初めてからは、負けた数が絶対多いぜ。数えてないけど、ウプ主、負けた数が多いわね。今回は白い方だな。ファイナルステージまでの、クリアタイムで。ライブアリーナみたいな、キラキラ反射しまくり、出てくるのよね。今回も、ネームエントリーできるが、ファイナルステージで負けたのも合わせて、経験的に考えると、色が変わるのは、クリアタイムが、3分30秒が境目みたいだな。まあ、クリアタイムは置いておいて、ライブアリーナと違うデュラルが見れてよかったね。ウプ主、1ラウンド取られとるな。今回は、勝てるかな？負けるかな？エンディングを見れるのは保証されてるから。どっちでも、いいぜ。まあね。ウプ主、やられまくっとんな。勝てるかな？やっぱり、あかんか？いけいけ。あかん。あー、ウプ主、負け。リプレイ、いらんけど。文字が動くのが面白いわ。さ、エンディングだ。始まった。もう、なんとなく、わかると思うが。そうね。クレジットは多少違うだろうが。ムービーは、ライブアリーナと一緒だな。時系列では、ライブアリーナがプレステ3と一緒なのね。そうなるな。プレステ3版と、Xbox 360版のライブアリーナは、平成ってか、アーケードの基盤のバージョンが、違うそうだがな。そうなんだね、実際ゲーセンの筐体の画面では。どうだったんだろうね、オープニングは全然違うのに。ウプ主、バーチャファイター合計では、VF ネットにハマって、ゲーセンに通ったが、当然みんな対戦ばっかり。レクオックってやってるんで、オープニングムービーも。エンディングムービーも見たことないって、前言ったろ。プレステ2版の時、言ってたね。バーチャファイター5も、同じ状態だったぜ。だから、ゲーセンの筐体では見たくても見れなかったのね。そうだぜ、同じだった。それにだんだん、ウプ主も。仕事が忙しくなり、ゲーセンに行けなくなったぜ。
なるほどねー。各ステージのタイムや順位が出るぞ。今回は、5位ね。まあ、そんなもんだな。5位ってことは、一番遅かった。それが、実は、もう一回ネームエントリーしてるんだ。じゃ、その時のルートはライブアリーナと同じだったと？その通り、そうだったんだな。だったら、今回のネームエントリーは6回目ね。そのはずだ、今から確認するぞ。あ、また、この画面。このまま放置すると、出るぜ。長いわ。まあ、最初みたいに、長すぎて。切って、繋いでするほどでもない。ここね。ここまで来たら、もう少しだ。テクノロジー倍。真っ暗。この画面の次かな？長。プレステ3だから、我慢だ。もう、出るはずだ。お、連勝数、スコア、クリアタイムが、ボタンで切り替えられる。チェックメイト。6位まで、入ってる。今回のクリアタイムは、6位中の5位だな。だんだん、ウプ主の、いつものランキング画面になってきたわ。そうだよな、バーチャファイター3の頃は、稼働し始めは。ゲーセンの状態でも、ウプ主ばっかりだったぜ。確認できたところで、その分長くなったので。そろそろ終わろう。それでは、最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。嘘。こんなはずじゃ。ゲームオーバー。